ビトカシショフェロビトカシショフェロビトカシショフェロはシチリアマフィアで最初にボスの中のボスと呼ばれた人物。背が高く美男子だったという。ドンビートと呼ばれた。表向きは上流社会の名士を気取ったが、裏ではマフィアのボスとして君臨した。しかしシチリアの民衆からは尊敬されていたという。彼が配下の村を訪ねると村の人たちは彼の手にキスをした。 当時彼の手にキスすることは幸運だとされていた。上流階級からも国会議員、貴族、大土地所有者として尊敬を受けていた。ジョゼッペペトロジーの殺害の黒幕とも言われている。1862年1月22日にパレルモで生まれ、ビザックイーの村で育つ。父は農地監視人、母は小学校の教師。当時シチリアでは珍しく。 読み書きができたが学校は出ておらず、独学だと思われる。1894年1月にイタリア政府が発止の運動に対し厳しい追及を開始したため、一時期チュニジアへ渡り、追及が収まったところで、シチリアへ戻った。戻ってから犯罪の道へ進み説盗グループ、誘拐団を組織する。1898年にある貴族の娘の、 誘拐事件で逮捕され、3年の懲役刑を受けた。当初は金目当ての誘拐犯とされていたが、真相はわからないがロマンチックな愛の物語ということを認められた。その後、刑期の満了を待たずに釈放された。シチリアよりさらに縄張りを広げようと1901年8月にアメリカへ渡り、そこで現地のイタリア系アメリカ人は、 カッショフェロのことを知っていたので、ニューヨークのマーノネーラのボス、ジュゼッペ・モレロと部下のイニャツィオ・ルッポーラに歓迎された。3年ほどアメリカに滞在し、その間にシチリア・マフィアとマーノネーラの関係を強化した。アメリカにいる間に、マーノネーラに、商店から上納金を納めさせる代わりに保護を与えるというやり方を教えた。1904年10月に、 パレルモへ戻ると犯罪企業を作り出した。シチリア、チュニジア、カラブリア、サルデーニャ、マルセイユを往復する漁船団を作り、表面的には漁をすることになっているが実態は、盗品の密売に使われた密貿易だった。さらに、パレルモの商業、産業活動に上納金を課す体制を作り上げ、農村部では家畜の窃盗も組織化した。彼がボスだった時代に、 マフィアは政府との誘着を強め勢力を伸ばした。ニューヨーク警察のジョゼッペペトロジーノがパレルモに来たとき、そのことをカモンラの構成員がカッショフェロに伝えようとしたが、カッショフェロはカモンラに会おうともしなかった。当時マフィアは価値観の違いなどでカモラを軽蔑していた。1914年までに強括誘拐、放火などで様々な権威をかけられていたが、 すべて無罪方面になっている。チェーザレモーリがマフィアを取り締まった時に投獄される。1922年に起きた殺人事件の首謀者として、1930年6月27日に終身刑の判決が下った。刑務所に入ってからも外にいる仲間を使い、シチリアに影響力を与えるが、プローチダの刑務所に収監されて間もなく、1943年に、 心臓麻痺で死亡。刑務所の独房の壁には、シチリア方言で書かれた彼の言葉が防護ガラスで、覆われ何年も残っていた、と伝えられる。シチリアマフィアの世界 ISBN978 から4から06から291965から4。ありがとうございます。